昭和初期。建物の外堀通りに面した側が、市政会館、公園側が、日比谷公会堂市政会館は、東京都千代田区日比谷公園内に位置する、鉄骨鉄筋コンクリート構造の多目的建築物。公益財団法人、後藤、安田記念東京都市研究所が本拠としており、かつて同盟通信社や、その更新の時事通信社が本社を置いたことで知られる。 東京都選定歴史的建造物である。1920年12月に東京市長に就任した後藤新平は地方自治についての調査、研究を行う独立構成の機関の新設を構想した。後藤はニューヨーク市政調査会を班として1922年2月に東京市政調査会を設立し、自らは初代会長に就任した。後藤は 初代、安田善次郎から350万円の寄付を受け、日比谷公園内に本拠を置いた。なお、当初は、公園の北東部に建築される予定であったが、南東部に変更され、建築物の北側部分が公会堂、残りが開館とされた。公会堂は、東京市が、開館は、東京市政調査会がそれぞれ管理することとなった。建築家8人による、 指名設計協議の結果、佐藤光一の案が採用され、これをもとに清水組が施行し、1929年10月19日に落成した。なお、落成同日より11月10日にかけて、東京市政調査会の主催により、関東大震災後の東京市外の復興状況を説明した帝都復興展覧会が会館内にて開催され、11万。 長の入場者を集めた。1961年6月から1965年8月に、近代化に向け使用不大切微像改築工事が実施された。1999年6月11日に、東京都警官条例に基づき、日比谷公会堂ともに、東京都選定歴史的建造物となった。また2003年6月9日、 千代田区景観町づくり条例に基づき、景観町づくり重要物件に指定された。2008年度、近代化産業遺産群属33の21番、近代社会の発展とともに花開いた都市の娯楽、消費文化の歩みを物語る、近代化産業遺産群の一つとして認定された。2018年1月25日、地下一階の一室に、内閣官房領土、 主権対策企画調整室による領土、主権展示館が開館した。全体は茶褐色のタイルで覆われ、中央に時計塔を配した戦隊称のデザインとなっている。垂直性と戦場性が強いためゴシック建築に見られがちだが、正確にはゴシックのディテールは全くなく、ゴシック調アールデコと呼ぶべき建物である。 1936年に誕生した同盟通信社は当初は前身の新聞連合社や日本電報通信社の社屋を本社としていたが業務の拡大で社屋が手狭になったことから1942年1月11日に同会館に移転した。1945年日本がポツダム宣言を受諾したことを受けて同盟通信社が GHQ から 業務停止命令を受け解散し、共同通信社と時事通信社とに分裂すると、両社が引き続き本社として使用した。その後、共同通信社は1966年に港区虎ノ門の共同通信会館に移転したが、時事通信社は会館に残った。しかし、2001年に電通が東証一部に上場すると、大株主である時事通信社は保有する。 電通株の一部を放出、売却益をもとにして、中央区銀座5丁目に存在した、銀座東急ホテルの跡地に新社屋である時々、通信ビルを建築して移転した。市政会館、日比谷公会堂が、東京都警官条例に基づく、東京都選定歴史的建造物に選定された。平成十一年六月選定建設年賞は四年、設計者、佐藤孝一。 構造規模鉄骨鉄筋コンクリート作り6階、東屋4階、概要は学に最初の公開堂を建築。日比谷公園のシンボル的存在。ありがとうございます。